コンパクトなものでいうとこのリファの充電式のストレートアイロンなんですけど、こんな感じでロケのお仕事とか、あとは自分のちょっとした旅行とかでも持って行ってます。軽くてちっちゃいのですごいおすすめです。お気に入りのコスメを紹介したいんですけど、このタンバリンズっていう韓国のブランドのパフュームハンドクリームのこの000っていうこの香りがめちゃくちゃ好きで、この香りちょっと香水とか苦手な方もなんか全然使える優しい香りなんですけど、この香りにもハマっていて、ちっちゃいサイズも持っていて、これは持ち歩き用で、お家にももうストックがあるぐらい、韓国に行くたびにこれはいつも買っています。大好きな香りです。普段の持ち歩きコスメを入れる巾着なんですけど、私はポーチよりも巾着が好きで、このキャッツイシューというお友達のブランドの、黄色い巾着に入れて持ち歩いています。で、私がいつも持ち歩くので絶対必需品なものがあります。それがリップなんですけど、結構私血色が悪くなっちゃうので、もうリップが必ずないと生きていけないぐらい大事にいつも持ち歩いているんですけど、韓国コスメのリップを今ハマっていて、この2つメインで結構使っています。とリップクリーム、イソップのリップクリームです。で、最近買ってお気に入りなのがこのシミヘイズビューティーっていうアメリカのブランドのリップなんですけど、形がめちゃくちゃ可愛くて、こんな感じでちっちゃくて形もすごい可愛いの でケースに入れられるので、お気に入りでいつも持ち歩いています。京都年次庵っていう、これ中国にしか売ってない飴なんですけど、漢方の飴で、味はなんか杏仁豆腐みたいな、なんか食べやすい味なんですけど、本当に喉の調子が悪い時にこれを舐めると本当に一気になんかその日すっきりして調子が良くなるので、もう 6,7 年前からお世話になっていて、でこの飴を知ったきっかけが、あのヘアメイクを担当していたなんか声優の方とか歌手の方がみんなこれを持っていて、で教えていただいて、私も中国に出張とか行くたびにまとめ買いをして、もう冬はだいぶお世話になっている飴です。で、最後に、私が漫画が結構好きなんですけど、最近好きな漫画を2個持ってきました。で、1個は裸一貫つづいさんというちょっとなんかギャグ的な要素のある漫画なんですけど、これは本当になんか日常のちょっとした推し活とかを友達と楽しむつづいさんの日常生活が書かれてるんですけど、本当にクスッと笑えるし、仕事のことを忘れてなんか息抜きに読める漫画です。すごい辻井さんみたいな、なんかちょっとした日常を楽しめたらいいなと思いながらこの漫画をいつも見てます。で、もう一つはこのスケッチという牧ひろちさんという作家さんの漫画です。これはガールズスケーター の女性がスケボーにハマって、ちょっといろいろと人間関係とか人生が変わっていくっていうお話なんですけど、絵もすごいめちゃくちゃ綺麗なのと、なんか新しい世界に飛び込んでいく女性の姿がすごい、私も新しいこと挑戦することを背中を押してくれるような漫画です。なのでハマって読んでいます。以上、私のおすすめのお気に入りアイテム10点の紹介でした。ありがとうございました。さよなら。